多分みんなつけてるからやと思うっすね。いつまでなんすかね。僕も嫌っすね。日本はやっぱ同調圧力っていうのがみんなそういうのを持ってて、みんながしてるから私もそうするっていう文化が強いと思うんで、確かに、まあ、そういうのは、まあ、日本らしいっちゃ日本らしいんですけども、海外から見たら変な感じなのかなとは思います。国民性ですね。みんななんか規律とか規範を、ま、守るので、なんか枠内からはみ出ないようにする、マスクをしましょうってなったらみんなしますし、一回そうなったらなかなか変えられへんっていうのが、なんだろう、文化とか。もともとでも日本はコロナの前からマスクつけるんで、人混みの時とか冬は特にだし、コロナやし余計怖いんやと思います、みんな。みんなと一緒じゃないと不安になるんじゃないですか、うん、なぜあなたたち使ってない、意味がないと思うんですか。そうそう、つけてても結局かかるし、でしょ、ね、気持ち悪いし、うん、みんなしてるから。あなたはなぜ、おしゃれ、かっこよく見えるから。いや今日あなた使ってない、なんで。あ、かっこいいから。そのあなたなんで使った、かっこ悪いから。ありがとう、いや、ありがとうございます。